様々な手より、ごま中央が、なす。ごま種より、ゴマは、ごマを回し方で分けた時の類型の一つ。軸を両手のひらで挟んで回す。もみごまとも言う。手より、ごまの、よりとは、漢字表記ではより、及よびよりであり、ひねって回すことという意味を持つ。紐などの道具を使わないごマの回し方としては、指先でひねって回す。ひねりごまが最も一般的であるが、 指先だけで回すのではあまり力が入らないため、どうしても小さなものにならざるを得ない。しかし小さなコマは回しやすい反面、寿命が短く、それほど凝った工夫もできない。そこで、より大きい駒を回す方法として発達したのがこの方法である。駒の胴体から上に伸びた軸を両手の手のひらで挟み、擦り合わせるようにして回すもので、 慣れれば繰り返して擦り合わすことで加速させることが可能である。日本の曲芸として現在も伝承されている曲ゴマはすべてこの範疇に入る。この回し方の駒は手のひらで挟む部分である胴体の上に伸びる軸が特に長く細いことが多い。慣れないと細い軸は回しにくいが、慣れるとより大きな回転速度が得られやすい。木製の軸もあるが、 金属製の方が後で伸べるように、より凝った扱い方ができるようになる。胴体の形は様々だが、扁平な円盤状のものが多い。中央よりの部分を削り、周辺部分を厚くしたものも多い。これから外れる例には、ナスゴマがある。まずコマを基板の上にほぼ垂直に立てる。それから、上側の軸を両、手のひらで挟む。そのまま手のひらを前後に擦るように動かし。 手を離すと、駒は回る。擦るときに、はじめはゆっくり、次第に加速するように動かすのがコツである。このままではひねり駒と同じであるが、手より、駒の面白いのは回転中に加速してやることが可能な点にある。回転中の駒の軸を回転を殺さないように、そっと両手で挟み、手のひらを擦って回転を追加するのである。 これができるようになれば最初の回り始めにも必要な回数だけ手のひらをこすり合わせて高速回転を得られるようになる。これには若干の慣れが必要で練習の始めの頃は回転を与えるたびにコマの軸がぶれてコマが暴れるので追加の回転が与えられない。軸をブレさせない回し方ができるようになるとあとは簡単である。コマの側では軸が太いもの。 木製のものは滑りにくいので回転を与えるのは、たやすいが、追加の回転を与えるのは、やや難しい。細いもの、金属製のものは滑りやすいので、慣れないと回しつらいが、回ってしまうと軽く手で挟んでも滑って回るので、追加の回転を与えるのも簡単である。さらに、回ったままのコマの軸をつまんで、持ち上げたり、移動させたりすることも、可能になる。 これができるようになれば、例えば回っている駒をつまみ上げ、手のひらの上に乗せたり、指先に乗せたりということができるようになる。このような技を高度化したのが曲駒まである。現在の曲駒は、すべて手より駒まで駒を回すところから始めて、それを手に取り、物の上で回したり、綱渡りをさせたりするが、それらはこのような技を基本としている。手より、 ゴマにはもう一つの回し方がある。小指の方から手を軽く握り、親指と人差し指で円を作るようにすると、手のひらの内側に逆円錐の面が作れる。ここに手よりゴマの上側の軸を差し込むように持つ。ゴマは裏側を上に手のひらの内側のどこかに向かって倒れた状態になる。この状態から手首を回して、ゴマの軸が手のひらの内側で転がるようにして、 回転を与える。それほど速い回転は与えられないが、コマが立つには十分である。そこで、コマの底を下にして、そっと台の上に離せば、コマは回り出すので、改めて手より、手より速い回転を与えるのである。見た目に派手なので、曲後まではこの回し方で演技を始める場合が多い。通常販売されているコマとしては、この形のものは、あまりない。民品の駒に、 たまに見かける程度である。その中で特に目立つのは、ナスゴマである。ナスそのままの造形の胴体に細長い軸を持つ、非常に縦長な形のコマで、しかも底面は丸くなっており、突き出した軸端がない。このコマは、回すとほとんど味噌釣り運動をせず、瞬時に立ち上がることでも珍しい存在である。なお、糸巻きゴマになっているナスゴマもある。仕掛けゴマは、 回転することで特別な仕掛けが起動するもので、大抵は糸巻き駒であるが、手より駒となっている例がある。代表的なのは欲張り駒で、強く回すと駒の直径が増えるというものである。これは円盤型の銅の外側に溝があり、その中に3枚の翼様のものが折り込まれているもので、回転させると遠心力によってこれが飛び出し、直径が増えたように見える。これに対して、 いわゆる曲ゴマは現在ではすべてこの方のものである。特に高い精度が求められる。似たようなものを自作する場合には、メ子など紙を貼り合わせて、周辺に板鉛りを貼るなどで作ることができる。かつてはこのような方法を解説した本も存在した。ありがとうございます。